くもう塗りたい、早く塗ってから始めてって感じなんですけど。やっほー、こんばんは。あー口内痛い、ありがとう。ゆり配信にぶつけてきた。違いますよ、これは理由があるんですよ。なんかゆいなが今日はゆゆで配信するって言ってて、あ、オッケーってなったけど、でも私も配信するねってなったけど、そしたらゆいなが一緒の時間に配信してって言ってきたんですよ。なぜなら一緒の時間に配信したら終わってからの時間が時間に会えるんじゃないのみたいな、好きすぎって思って。そんな感じですかね。こんばんは。てかゆうゆうたちはさ7時半に始めるって言ってたんだもん。ゆきぬさん花びら、お団子、小林さん花びら、キュピスさん花びら、ありがとう。髪色どういうこと、髪色。松さん、ハート、しおゆきさん、ドレオン、ハルオさん、お団子、しおゆきさん、花びら、松さん、ハート、ありがとう。チーク何ゆうゆうでいじられてた。なんだってゆうゆう、そうだよ、ゆうゆうに混ぜてもらえなかった。いだから、いの人は混ぜてくれないんで。松さん、ハート、一号さん、桜餅、ありがとう。ゆうゆうだと思わせて違いますから。鈴木一郎さん、お団子ありがとう。ゴミの店員さん、やばすぎる。やっほー、花びら、ありがとう。そうだよ、ゆうゆうっておかしいよ。こんばんは、本当？こんばんは、松さん、ハート、ほら、ありがとう。ゆうゆう来ていい、行っちゃうよ、そんなこと言うと。本当に行かないけどね。うわ、行かない、行こうと思えば行けるけど。秋葉さん、花びら、ありがとう。今日は一人で喋るので、家つくよ、森。いい？いちご、いつく人いなくない？ STU に危ない。いがつく人なんてあんまりいないよね。いがさ、苗字とかでもいがつく人っていなくない？いる？いないよね。こんばんは、木平さん、花びら、ありがとう。ちなんこれ、やっほー。あー、みちさんとか千穂さんとかみなみさんとか、確かに池田ゆらさんとか、やっほー。デイさん、花びら、ありがとう。でもそんなさ、そんなメンツに混ざれないよ、私が。こんばんは、クロちゃんで遊んでる。今日はね、今日はレッスンさんでしたね。ひろさん、ご団子ありがとう。東国警報、今手遅れコーションにハマってる。そう、レッスンさんが会いに来た。ハロー、ありがとう。田中さん、ハート、ありがとう。てか口内が痛すぎチャンネルなんだけど、やばすぎチャンネル、これは悪化してるチャンネル。こんばんは、こんばんは、やっほードアコーション、手遅れコーションってさ、僕声の予感公演かなってやってたよね、確か。やってないかったっけ、やってたよね。そう、どこく警報、聞こえないふりして、汚れていくのを見てるだけ。タラタラ、見て、人参、これゆいなに撮ってもらった。とかつけとこうかな、ゆいなのために。よいしょ、ゆいなが撮ってくる。あ、これをね、街中歩いてたら変な目で見られました。そりゃそうか、こんな人いたら。みちさんがセンターで、あ、そうなんだ。僕たちの公園、予感公園ね、あのなんかナナさんの趣味が出ててすごくいいと思いますよ、とっても大好き。ふふふしたくなっちゃった、クロちゃん。花ちるさん、花びら、ありがとう。
頭がかじられて、どういうこと？これは人参、人参です。これはやっほー、これは人参ですよ。人参だよ、じゃがいもじゃないから人参だよ。どう見ても人参でしょ。配信越しだとむずいんか。人参だよ。みかんかと思った。まあ色合い的にはね。こんばんは、こんばんは。今日9時から金曜ドードショーだ。魔女の宅急便。コロッケ、今日コロッケ食べたの。今日コロッケ食べたんだ。クロちゃん脱毛しちゃった。もうどうしよう。変わりすぎてる。コンサート？ギリ船で見れた公演だった。確かに。私船行ったことないよね。こんばんは。やっほー。今日魔女の宅急便だし、ちょっと録画しようかなって思ってる。今日宿題ないよ、もう毎日のはないよ宿題は。なんか宿題あるあるなんだけど、なんかバッてくるからもう汗汗。ヤンキーの株成さん、花びらありがとうございます。 Thank you。 もう口内が痛すぎて喋るだけで死にそうになる。やばい。行ってきた。でも戻ってきたってこと。こんばんは。 3.753 風呂敷ありがとう。わー、今日のバズレ投稿どうしようかな。でも今日は葵さんにと写真撮っていただいたやつを載せようかなって思って、パパとパパの写真と。どう思いますか、実写のやつ。あの小芝風花さんのやつかね。クロちゃん880円で売ってた。私もっとかけたんだけど、最悪かも結構最悪かも。もうそんな値段で売ってたんですか。全然取れなくて、これめっちゃお金使っちゃった。ツーショット。コンコンキーホーム、この辺やばい、もう痛すぎる。日に日に悪化していく。でもね、直す気はあるよ。リーナにガチトーンで一緒に住みたいって言われたら住む。あ、普通に住むよ。しんいちさんハートありがとう。うん、痛すぎるんよね普通に。もう最近だから野菜を食べようって思って食べてるんよ野菜をね。そう、こんばんは、こんばんは。ふふく警報を聞こえないふりして、汚れていくのを見てるだけ。こんばんは、ヤッフー。パズルのピースを、やっほー。こんばんは。野菜不足のコーナー、わかんない。逆にさ、ストレスとかでもなるもんなん、コーナーって。なんか全部かも。じゃあもしそうなら全てが重なった上でのコーナーですよ。ビタミン C、 そうビタミン C 飲もうって思ってる。ゆき野菜食べようってなって、頑張って野菜食べるの。最近のオタ活はどうですか。最近のオタ活はね、特に何もしてない。かわゆいさんは好き。ひでたろうさん花びらありがとう。そう、今日こそリップ送ろう。リップ送ったらキモいか、どうしようかなキモいって思われたくない、おしめに。よ、こんばんは。味噌汁に野菜の具入ってたら野菜を取ったことになる。なるなる、それは。フェイスさんハートありがとう。やっほー。誰ママありがとう。 B なの、そうなの。こんばん、まあ、とにかくビタミンが大事ってことでしょ。なんかね、口内の薬とかあるじゃん、なんかめっちゃ効く。はっ、チーク発見急に。
でもああいうの買うお金がないので買えません。でも今日はお話し会の服を買ってしまいました。やばいよ。お話し会の服はでもやっぱお仕事だからなと思って、可愛い服を買ってしまったんですね。これがまた、いやいや、こんばんは、こんばんは。なんか血色を足していきます。私の顔に血色というものは存在しないのでね。待って、なんかでも変わんないかも、あんまり。え、変わらない人間かも。変わった、変わってないか、まあいっかな。でお疲れ様です。お疲れ、やっほー。今日はナチュラルに可愛い。今日はですか。今日はレッスンしてきたのでほぼほぼすっぴんです。こんばんは、初見です、ありがとうございます。こんばんはです。うん、なんかさん、くしゃみ出そう。はい、ありがとうございました。え、なんかさ、なんだっけあれ、イソジンのうがい薬いいみたいな。でもイソジンのうがい薬もっと OK さ、うがいしようって思ってます。今日もだね。思うまい店行ったことある、山梨はほぼ制覇。思うまい店あれ、あのテレビで放送しとったやつ、パーカー、キャパーカー、あー、本店がおすすめ。イケゴですよ。何その手、くしゃみの手。これ人参、これは人参です。悠々してる、知ってるよ、悠々してるのは。高松愛ちゃんさん、お団子ありがとう。ビタミン、これ人参だよ。高松愛ちゃんさん、花びらありがとう。やっほー、うがい薬罰ゲーム。イソジンは消毒液だから、なるほど。やっほー、お疲れ様です。パズルのワンピースを、こんばんは。どう、告白する、誰に何を。これ人参です。でも今日はチーズと赤ちゃんマンもあったけど、人参これ取ってもらった。言えない。カーズアイチョインさん、コウスケさん、クマさん、花びらありがとう。すごい花びらシャワーだった今一瞬。あくね、今週前髪やばいね、こう切ろ、ここだけ異常の長さをしている。クマさん、ドラマとハートありがとう。かわいいな、本当ですか、こんばんは。クマさん、ドラマハートありがとう。ちょっとそろそろお部屋を片付けようって感じです。 YD さん、花びら、松さん、ドラマありがとうございます。かわいいです。あ、この世界、恋愛に形なんかないと誰かつぶやいた、のりなって冷たい目。こんばんは。おかえりファダランさん、ハートありがとう。こんばんは。本当に痛すぎる、ここにあるんよ、奥の方にあるんですか。最低ですよ。ピエン。こんばんは。TT です。難しい。こんばんは。ウインクいただきました。ウインクはこれですよ。こんばんは。こんばんは。今日はね、9時ぐらいまで1回目の配信にしようかなって思って、あとでもう1回配信しようと思ってて、あ、でも9時半とかでもいいか。え、でもさ、9時ちょい過ぎぐらいかな。喜んでるの、みんな、ありがとう、喜んでくれて。そんなことで、ありがとうございました。やばい、スーさん、ハートありがとうございます。なんか人参がさ、いい位置がない。こんばんは。嫁ともウインクできるよ。ねえ、前髪気持ち悪い、もう無理。よいしょ。
こんばんは。ほら、これだけおかしいじゃん、どう考えても。おでこは封印した、昨日で二部構成やばい。おでこでこですよ。うん、このせいだ。カラコンウィンク、カラコンウィンク。でもカラコンしてないもん。カラコン禁止だからできない。カラコンは人生で使ったことないよな。こんばんは。前髪黒ケープ、私黒ケープ過激派だから家に3本あるよ。4本か、4本ある。やっほー。カラコン解禁になったらしますか？うん。なんでしたらダメなの？カラコンした方が可愛いんだよ。知ってる？みんなカラコンの可愛さ。カラコンの可愛さを知ってる？私はまだ一回もしたことないけど、カラコンするとね、人目が大きくなるけね、目が大きく見えるんですよ。だから可愛いよっていう。なんかでも可愛くなるのにしちゃダメなのはちょっと逆に今はなぜなのかわからん。こんばんは。そう、串この前折っちゃったから同じやつ買った。何色がいい？でも普通のやつがいい。茶でも探して元から割と茶色めなんだけどな。あ、黒いわ、嘘ついちゃった。あ、黒でもちょっと茶色いけ、もうちょい茶色いやつとかね。赤とかはつけんよ、さすがに。こんばんは。なんか自然なやつ。でもあの緑、あ、オリーブ色みたいなのとこ見える。カラコンもいいけど、クラコン出て、クラコン出してくださいよ。誰かメールで送っといて、北沢さんを出してあげてって。これはいつ折りません。しかもこれ折った時配信中だったんで、だから怖いんだよね。茶色の持ってる？カラコン使うの？好きよ、やったね、やっほー。青のも持ってる。いつ使うの？漏れますからね、カラコンすると多分。こんばんは。恋愛に、こんばんは。ひとりさま天国。なんか今日ね、バレッタ、乃木坂さんのバレッタが脳内から離れないんだよね。バレッタ、君の顔見って感じで。カラコンは200種類色もっとあるよ、多分もっとあるよ。カラコンなんて無限大数って感じ。こんばんは、こんばんは。つぶやいた。ミキミキさん結婚してありがとう。規約違反なのでできません。堀ちゃん、俺の？違うよ。こんばんは、こんばんは。俺のだよ。カラコンピンク。そう、ミオナ、堀ミオナさんのバレッタセンター。乃木坂さんはね、愛が好き、あらかじめ語られるロマンスとかも好き。アリエストラスデミキャンサーレオバーゴイツイントゥディシン。イコラブさん、私は今手遅れコーションしか頭にない時代。松さんハートありがとう。ミキミキさん花びらありがとう。もう欲しすぎて何か分からん。どこくわー警報ミキミキさんお団子ありがとう。望遠鏡が好き。え、歌って。ちょっと分かんなくて気まずかった今。やっほー、抜いたー。やっほー。なのになぜ冷たい目。48の研究生、成田小日奈さんしか勝たんだろう。成田小日奈さんが一番推しさせていただいてるよ。 AKB のね、成田小日奈さんほんまに大好き。でも、まあ、ほぼ同期ってことで生きてますか、こういう発言。なんかお披露目の日が全く同じ日やったけどさ。覗いてみようか、始まる歌。ちょっと後で聞いてみよう。
ありがとう、教えてくれて。好きな曲なの？聞いてみよう。こんばんは、こんばんは。こいちゃんなの？かわいいさんじゃない？いや、私が一人に絞れるとでも。18期生さんはもうほんまに小日向さんしか勝たん。わたるさん、ハートありがとう。一回成田小日向さんを生で見てみたい。ほんまに絶対私の好きな顔面なんだよ。うわ、会いたいな。マネキンのカップリング曲なんだ。髪型いいやん。ほんとボソボソなんだけど今。ナナさん、ハートありがとう。恋をするのはいけないことか、僕の両手に飛び込めよう、若すぎる。それだけで、こんばんゴッティ、こんばんゴッティ、こんばんゴッティ。17期生さんも推しメン、選べないよ。でもこの前大丸東京行った時は平田由紀さんの生写真買ったよ。マギの絵に、そうなんだ。マギはナナさんを思い浮かべちゃう。17期生さんも可愛いよね。なのになぜ。松さん、花びらありがとう。リースガガさん、ベナありがとう。乃木坂で初めて行ったの、制服の前行きなくて。そうなんだ。マネキンの串か行ったの？誰のどこ行ったの？ヤッホー、15やばい、グオー、ヤッホー、こんばんこんばん、グオーだー、痛い、こんなんやばい。ちょっと後で嘘字にしよう。よしこっこくんさん、花びらありがとう。こんばんは、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 ヤッホーヤッホー。ゆきちゃん、こひちゃん、かわゆいさん、みんなついた感じのウィジーさんですね。私の好きなタイプはほんまに分かりやすいと思う。今日のイチゴの髪型好き。今日ボサボサ、前髪の長さ大丈夫みたいな長さしてるけど大丈夫そう。こんばんは、こんばんは。これ切ろうかなって思って。なんかね、おかしいんだよ、ほら。おかしいでしょ、どう考えても。こんばんは、かわいい、ありがとう。ちょっと次もう一回今日夜配信するけどさ、その時にはさ、ここ切る。だっておかしいんだもん、普通に考えて。やっほー、めっちゃ可愛いです、ありがとうございます。ツーショットしれっと上げといた。みよ、ほんまにボサボサ。てか今日もレッスン終わりのボサボサ人間です。これがレッスン終わりのアイドルの現実なんやん。めっちゃ行ったね、いいね、いい人選。ボサボサイチゴが好き、そうだよ、ボサボサ、ボサゴッティが好きってことだよ。こんなにボサボサレッスンしてきたからさ、ボシャボシャですよ。うんまゆ？いやですよ。いや、髪の毛、そう、これ人参、人参をね取ってもらったの。ゆいなに、ゆいなに最近甘やかされてるんだよ私。これほし、これかわいいって言って、これ欲しいのっつって、うんって言ったら、もうすぐなんか撮ってる。まあでも私もゆえなが、これ美味しそうって言ったら、もう行くよって言って購入しちゃう。甘やかしてますね。星、もう星だよ。なんだって、なんだかの隙間、瞬間か。きよしさん、花びら、ハートありがとう。可愛くない瞬間あるよ、いっぱい。いちごが可愛くない瞬間は、ジェットコースターに乗った時。きよしさん、ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。誰かつぶやいた、ああなのになぜ、冷たい目。やっぱ TGC 行くか迷って、もう来てください。 TGC 待ってます。のパフォーマンスをできるみたいなので3期生で来てくださいよ。見継ぎ癖があるそう。何があったの、そんな何があったの教えて。ジェットコースターずっと、もうジェットコースターも嫌い。こんばんは。もうほんまに無理、ジェットコースター大嫌い。北沢でも結構よく泣いてるよ。こう見えて泣き虫人形なんですよ実は。髪留めはみきゃん、違う、髪留めはね、人参です。人参ですよ。おじさんが言っても大丈夫だ。おじさんじゃないやん、おじさんじゃないよ。ちなみにあなた、おじさんが一番大丈夫な場所だよ。見に来てください。で
もなんかさ結構なんかなんて言ったらアウェイみたいな感じがするじゃんやっぱそういうところって。だからさなんか一人でもさ自分のさペンライト持ってくれてたりさうちは持ってくれてたりスキューブとか持ってくださってる人がいたらなんか安心しちゃう絶対。メンタル強強じゃなかった、あメンタルは強強なんだけどそういう意味ではなくよく泣いてる、なんて言ったらいいの、趣味で泣いてる。ちょっと意味わかんないか、おじですみません。いやおじじゃないよ、やっほー、かゆいね。練り物犬、その人参と一緒に前髪に住みたいです。住めませんよ、前髪は家賃30万円ですけど大丈夫ですか。かゆい、毛が刺さってくる。家賃30万円です。月30万円。趣味で泣けるは女優、いや確かに趣味女優高いでしょ。 TGC 申し込んどくない、本当に嬉しいです、ありがとうございます、楽しみです。でもほんまに何、TGC ってさ何月何日とか聞くの本当に把握しといてって感じだよね。ごめん誰か教えて、こんばんは。タワマンレベル30万円はタワマン。先週のこの時間僕対、先週のこの時間僕対、やば、1週間経ったってことやばすぎる。みちさんの卒婚にあなたの推しメン来るかな、ななさん。月々30万円高すぎますよ。1ヶ月は住みたい住むんかい。4月13日、すぐじゃない、びっくりなんですけど。4月13日、パパの誕生日の次の日や4月13日、めっちゃすぐじゃない、やばいんじゃない、ちょっとそれ汗なんだけど普通にやばくない。ミスさんのやつ終わって2週間後とかでしょ、やばいんだけど普通に、普通にやばすぎる。前のバズレーなんだけど、お嬢は失望縄跳びしなかったの、それともカット、なんかね一個カットされてるのがあるけど、あのお酢のそばを食べるってやつがあったんよ真顔で、それをねお嬢はやってた。こんばんは、やっほー。グランセ熊本みたいな名前のところ、そうなんだ、こんばんは。すぐだよね、びっくりなんだけど。ウォーキングの練習しなきゃ、いやウォーキングするかどうかわからないですよまだ、それは放送されないとわかんない、多分ね再来週ぐらいに放送されるんかな、それは。うん、誰がウォーキングするかは再来週ぐらいに分かります。うん、 TGC の地方版は結構頻繁にやって、そう山梨でもさ TGC やっとったんよ、なんか呼んでください、誰か宣伝しといてください。いやパパの生誕祭はありません。誰デュークさんって、かわいい、ありがとう。キラキラの洋服着るの、わかんない、どうかな。お疲れ様です、お疲れ様です。選ばれてほしいですか、なるほどね。北沢奥が見れるかどうかは再来週ぐらいの放送ですかね。そう未公開のやついっぱいあるんよ、あのね昨日の放送のやつもなんかサッカー選手を描いたりとかもしたんだけど、カットって感じだったもんね。でも写真じゃない、絵の写真はもらえたから今度 X に載せるね。熊本行ったことないの、くまモンって感じ。こんばんは、こんばんは。そう熊本行ったことないから普通にちょっと楽しみって感じです。こんばんは。熊本近いようで遠いかな、なんか申し訳ないけど嬉しい、ありがとう、頑張ります。こんばんは。熊本本当に行ったことないんだな。熊本ってクリームシチューさんの出身県だよね。こんばんは。スタイルのいいチュー、全世界の人に見てほしい、全世界の人に見てくれますか、全世界の人物。確かにね、未公開版とかもねいいよね。ごま、ラダーもあと2個ぐらいやったんよ、ラダー。でもそれもだし、あとバク転じゃない、なんだっけ、側転とかもやったけどカットでしたね。熊本住んでたこと、そうなんだ、こんばんは。円盤化するかな、まさきさん花びらありがとう。そう側転したのに爆笑しながら側転したんですよ、はぁとか言いながら。熊本最初社員旅行で行ったこと、そうなの。3期は1号しに決めました、嬉しい、ありがとうございます。じゃあその分頑張
張りますので、よかったら推しメンとして生きていこうと思います。よろしくお願いします。サンキちゃん見届けるのが最後、え、学校始まってるのに大丈夫それ。そんな過保護ですね、サンキに対して。私に対して、熊本バッテン、バッテンっていう。でもさ、ひーちゃんとかもたまになんとかバッテンって言うけ、おおってなる。いつか全世界に見つかっちゃうの。見つからないよ。見つかるかな。じゃあ見つかるようにみんな助けて。そうだから、いろんな、結構バラエティっていろいろカットされがちなんだろうなって思います。総監督の倉能さんの出身地、いや、それは知ってます。確かに倉能なるなるさんの、なるなるチーム K さんの。バズれんのやっと見た。お、見たの、嬉しい。どうでしたか、私の絵は。素晴らしい。紙、これは人参ですよ。よじ登ってる、やばい。人参です。人参をつけて、これで街中を歩いたら冷たい目で見られました。優しい目で見てください、皆さん。やっほー、なのになぜ冷たい目、暗いその檻は狭すぎる。やっほー。まるまるカットはね、ピエンだよね。ここより推し活やばすぎる。それはもう、ノーコメントです。痛いよ、口内炎が。チームメイトのデビューの時の熊本にいた。そうなの。菊池氏、前髪の人参転生して幸せにな、そう、高校になったら幸せになれるよ。転生したら人参だった剣っていう ラノベだそう。スキップしてる位置が可愛すぎた。あ、スキップランウェイ気分みたいなやつ。私的にツボなのはブリッジでお願いしますって言ってる自分。あれじわるんだよね。こんばんは、今日のいちごちゃんの雰囲気好きです。可愛い、ありがとう。今日なんかめっちゃみんなが謎に褒めてくれる。レッスン終わりボサボサ人間なのに、なんでですか。でも私ラダーさ、それこそ部活でバスケの時にちょっとやってたはずなんだけどな。あ、おかしいな。こんばんは。こないたいよ。チョコラ BB ね、言うよね。美味しいんかね。あるんよね、疲労回復みたいなやつ。透明感があるから、すっぴんだからかね。こう長さが違いすぎておかしいんだよね。ほら、おかしくない。何このお前髪。 BB 美味しいの。じゃあ飲もうかな。じゃあ飲もうかな。美味しい顔は大事だよ。自分もバスケ部でやらされたから全国の定番なのかな。なんじゃない、多分。やけやるんかね。ラダー懐かしい。部活やったから、やったら毎日のようにしてた。うん、やっぱやらされるもんなんかね。あれは足の動きが大事ってこと。炭酸ジュースみたいな味がするの、チョコラビビ。いや、じゃあ飲む。美味しそう。こんばんは。こんばんは。今日金曜日か。お疲れ、みんなも。錠剤じゃないとダメでしょ。錠剤を買うお金が私にあると思ってるんですか。ないです。アシンメトリー的な迷い、そんなつもりはないんだけどな。そんなつもりじゃなかった今まで。おかしいの前髪。よかった、金曜日が過ぎていきますよ、もうすぐ。ちいちさん、小判ありがとう。ラスボスね。ダンスの先生のおすすめ。そうなの、あると思ってる。気まずい。マジでほんまに前髪どうにかします。レッスン終わりですよ。配信スタイルも沖さんに似てる。そうなの。え、沖さんってさ、一体どんな感じなんですか。そんな、どういうところが似てるか知りたい。金曜日フリーレン見たら終わる。え、フリーレン、そうそうさ、そうのみたいなやつでしょ。髪トゥルトゥル、トゥルトゥルですか。桜坂の3期生で好きな子いますか。私は、え、私は村山美優さん推し。ちょっとかぶってますね。こんばんは。こんばんは。村山美優さん推し。今日の25時からオールナイトでアイドルのツーマンライブ。どういうこと、どういうこと。オールナイトで手遅れコーションはイコラブも聞いてる。そう、イコラブさんの。なんとなくの安定感がある。そうなの、沖さん。もし沖さんとさ
会うたび会うたび写真撮りたい写真撮りたいって思って一生話しかけられないのほんまに病気だと思うのでどうにかしてください。喋るタイミングそうなんだ似とるんか。ゆちゃんハートありがとう Thank you。 うんアバターも変えてくれたのありがとう。今余裕で七並べするから漏れなく3期で七並べになる。あ七並べしてるのみんなで私もじゃあ終わったらしたら会えるかな。やっほー。そう村山美優さん推しもちもちきなこもちさん花びらありがとう。こんばんはできる子うんできる顔も似てる顔は永遠に言われる沖さんに似てるってもう入った時から毎日のように沖さんに似てるねって言われてますよ。なのでじゃあ沖さんが2代目の称号をくれた場合沖さんになろうと思います。操作もう何3期のステージは VR モードで動画撮ったから VR メガネで見たらさえ VR モードとかあるのどういうことどういうこと VR モードでスマホが VR モードってことどういうこと何そのシステムすごい何どういうスマホ。ひらつぐさんハートありがとう。七並べたまにたまーにする。そう村山美優さん私の好きそうな画面をされてます。俺もかっこいい芸能人さんに似てるって言われたいよ、うん、言われよ。じゃあ昨日撮ったリッセンももこさんがいちご食べてる写真可愛すぎて一応見てえそう見たよ。なんか何をみんな言ってるんだと思ってそうももさんのこと調べたらいちごを食べてらした。やっぱさ可愛い子にさ果物のいちごは似合うよね。人気が出る方法を教えてもらいなさい。なんでそんな上から目線なの教えてもらおう。やっほー。そう iPhone15 Pro ってそんなにやばいものなんだやっぱ。いやほんまにすかスマホ本当にスマホ本当に変えたい。もうやばいスマホ変えたすぎて発作が起きてきた。何円するんかな。お金ないよ。コンプラも引き継ごうかな。フォローありがとう。頭にイチゴこれは違うよこれは人参つけてます。いやそこは引き継がんくていいよ。沖さんのこんばんこんばんは。ほんまにスマホ変えなきゃ。もう私さ高1から同じスマホ使ってるからもう4年もう5年目ぐらいに突入しそう。本当にやばい早く変えなきゃ。もう本当にやばい。え村山美さんのやつミッドナイトファイナルアプローチ出てるの。どういうことどういうことあのエキストラみたいな線引き屋のお高い位置が。あそうなんだ線引き屋ね。あのよくさショールームのイベントとかで果物もらえるとき千引き屋じゃない高級だよねあそこ。こんばんは乃木坂の与田さん。いやそれだけはこの世で一番ないと思います。キャンパーさん花びらありがとう。そうだ川合さんも一番のパンケーキを食べたということでこれは指針かなと思って胸がドキドキしちゃいました。かなり年上だ。あ気まずい。そういうつもりでは言ってないんですけどごめんなさい。そういうつもりでは、ね、あ、まあでもやっぱ心はまあ同い年ですもんね。写真集の発売楽しみにしてます。同じ写真集発売しないんですよ。なんか写真集発売決定してるみたいな感じのコメントなんですけど別にそうですねあの、ま、出しはしないんですけどすいません、ま、いつか出せるかなって感じで頑張ります。クルさんもいちごの写真載せてた。クルさん今日見よう後で自分の買ったの24万。やったかスマホ。スマホほんまに変えたい。リスガガさん花びらありがとう。そういう感じが沖さん似てる。あそうなのどういう感じもうどういう感じ。今日はショートケーキの日らしいね。あれ15日が上にあるカレンダー。こんばんは。バッテリーやばいほんまにやばい。もうもしのスマホ終わってる。あエキストラか。いや分からんのよどれか。沖前さんは引き継げる奥沢でじゃあ奥沢で引き継いでいこうかな。でも奥沢で引き継いだら喧嘩しないといけない沖さん沖前さんみたいに。でもまあ喧嘩するから別に変わらんか。線引きは線引き屋支払いが辛かった。いや iPhone やばいね。 iPhone やばいよ。でももう4年も使ってる。もう早く変えなきゃ。もう容量がやばすぎて最近もうさ写真撮るたび容量がありません容量がありませんって言われすぎてもうストレス。俺のヨダちゃんカニャバッテリーがえ
怖い。てか確かにそういうバッテリーがさおかしくなったりもするんだ。え、もう早く変えよう。もうダメだ。ちょっとお給料が入り次第変えようかな。えやんえやん。毎月中とか連とかってき、ああ、あるかもね。おい、あ、気持ちいい。怒られちゃった。え、あ、違う。心はでも同い年なので安心してください。これ頭につけるようだよ。そうで、これヘアピン玉だって。痛い痛い痛い。見てみ、ほら。本当は前髪止めたりするやつだけどね。こんばんは。そうだよ、かわゆいさん。北谷のアイドルなんかの衣装姿もかわいい。私のあれは僕隊でしか着ないので絶対に。まあ当たり前か。パセリさんと仲良しなの？パシオシボイス、パセリさん？パシさん？え、でもパセリさん、え、でも私パセリさんとさ、ゆきりんさんの卒婚について語り合いたすぎて震え上がってるんだよね。でもね、あかりさんとはちょっと話したんよ、ゆきりんさんの卒婚について。え、もう本当にパセリさん、もうパセリさんって感じ。え、パセリさん丸バツくれたけど、あっちに置いちゃった。でも今仲良くなりたいなって思ってるところ。パセリさんはスマホ買い替えたいよ。今日はイチゴがなんかの上に乗る日。そうだよ、だからショートケーキの日なんか今日15がカレンダーで乗ったわけ。じゃあ今日は私が上に乗ってる日ってことですか。ショートケーキは何が好きですか。ショートケーキは何が好きですか。イチゴですよ。チョコとかってこと。でもチョコとかも好きだな。ファッション不仲不仲。2TB のアイクラウド、やばい、強すぎる。容量いいのに、容量はいいのに、どうだ、何の話？あ、そういうこと？容量、スマホの容量の話？確かに容量って選ぶとね。でもアイドルとかさ、スマホで写真撮ったりとか動画撮ったりめっちゃするけさ、やばいよね。Google Pixel 1年で機種変、うん、早い。SD カードに保存してる。なるほどね。スマホ変えたいよ、でもお金ないもん。パソコンあればなんとかなる。本当ですか？頭に野菜たくさんつける。ないよ、もうこれ以上野菜はそんな持ってないよ。ふむふむ。パセリ好きなの？パセリさん、どっち、あの食べ物の方のパセリさん、それとも、あ、食べ物の方のパセリさんじゃに、違う、食べ物のパセリですか、それともパシさんですか。セリカさんのこと転送しておく。でもほんまにやばいからね、何とかしなきゃ。パちゃんさん、パセリさん、彼女感じ、わかるかも。可愛いよね、パセリさん。パセリさん好きなの。あ、やばい。去年いちごちゃん生で見たけど、めっちゃ小顔で美人さんだと感じました。嬉しい、優しい、そんな褒めてくれてありがとう。まひなさんじゃないの。いや、まひなさんはもうほんまに恋してる相手って感じ。なんかほんまになんかもうまひなさんの姿を見ただけで心が苦しくなってくるの。キュンキュンしちゃって。皆さん今スマホを水没させてしまったらしいよ。大丈夫なのかな。 iPhone の人って外部のストレージデータ移動とかして整理を意地でもしないよね。 なんか怒られてますか私今。ごめんなさい。普通に遊泳禁止。え、わし沖さんの遊泳禁止持ってるんですよ。あ、え、サインもらおう。うるさ。沖さんが辞めちゃう前にサインもらおう。あ、今度沖前さんの公演をさ、あのレッスンがなかったら見に行けるはずなので、その時にもらおうかな。買って私のお気に入りは84ページなので皆さんも見てみてください。いちご誌の写真集のタイトルはいちご狩りとかでいいんじゃないですか。パセリさんのイキリンさん推し、自分のアーさん推しに匹敵しますよ多分。いや、だからほんまに語りたいの。人参の握力頑張って、人参頑張って。やばい、脅されたの。大丈夫。アマゾンプライムのアマゾンことなら私は無制限だよ。アマゾンプライムね。尾崎さん、パセリさんのこと好きなのって。好きだよ。こんばんは、こんばんは。好きですよ。でもパセリさんはやっぱちょっと同じ匂いを感じてすごくなんかシンパシーを感じてる。君に重力シンパシーって感じです。食べ物説。そうよ、大変だよね。だからもし新しいスマホを買ったら、このスマホを配信用とかにして、なんかでも画質変わるから。そうだな。パセリさんいつもコギミンさんと会いたい。私にクルクルさんのこと気まずすぎる。パセリさん、それはパセリさん悪いですね。グループ内恋愛。そう、グループ内恋愛。でもこの声は実らなくていいんだよ。本当にマヒナさんのこと見るとキュンキュンしちゃう。
君だけのもの持ってないんだ。あ、そうですね、購入しようかな。最近さ、写真集めっちゃ出されるじゃん、スティーブの先輩方が。もうお金ないよいちご狩りしたいして、いちご狩り、私のお話し会に来ることをいちご狩りって呼んでるんだけど、いちご狩りしてください。え、明日いちご狩りデーじゃない、やば。明日のいちご狩りしに来てくれる人、明日お話し会ですけど、おしましもできますよ。特典は分かんない、特典はね15種類、完コピやだよ。同じ属性、なんか何かしらのシンパシーを感じる。ヤマトさん、レッドリコチさん、ハートありがとう。リコチさん、リコチーズさん大好き。気づいたら、気づいたら片思いだね。お決まりさんみたいに相方作ろう。でも奥沢っていうものが存在するんですよ。奥田結乃ちゃんを知ってますか、あなたは。ノブさん、花びらありがとう。いちご見るとキュンキュンして、あ、それは恋ですね、それは恋ですよ。いや、おまひなさん、古いの使おうとしてロックかかってパスワード入力53分先。まひなさんやばい、大丈夫かな。まひなさん、高松愛ちゃんさん、誰もありがとう。確かにメールがあれだね、送られてこないなって思ってた。あ、メール取ってるのがバレちゃう、言ってるか。まさりさんも既存推しだから、いちごも押されるのではないやろ。明日行く、お、ありがとう。腕ピーマンめっちゃ持ってるからあげようかな。何の話してたっけこんばんは、こんばんは。いちご遺跡もっと浸透させる。高松愛ちゃんさん、バラありがとう。これは結婚するしかない。はにゃはにゃはにゃ。でもほんまになんかもう最近ゆいなが赤ちゃんに見えてくるんだよね。なんかもうガチで赤ちゃんに見えてきて、すごい、もうなんか赤ちゃんにしか見えないの、私の目には。山平さん、ハートありがとう。ゆいなは赤ちゃんだから何も一人でできないから、私がもう全部準備してあげなきゃみたいな。もうやばい、もうなんか赤ちゃんにしか見えない。だから赤ちゃんって言うと怒られる。違うって言って、やっほー、ほんまに赤ちゃんに見える。赤ちゃん病だよそれ。赤ちゃん病とかあるの。そうなの。熊本でゆいにゃん拝む一緒に出るねん。赤ちゃん名乗ってもいいよね。はにゃ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 。何事だ何事だ。え、わかんない、もうほんまに赤ちゃんにしか見えないの最近。母性かね、バブバブさんにしか見えないの。赤ちゃんだから。ユニアンとミーポンどっちが赤ちゃん。それはミーポンだけど、ミーポンはガチモンの赤ちゃん、本当の赤ちゃん。ミーポンはユイナは多分私の目だけに赤ちゃんに映ってる。みんなで、みんなから見て、見てミーポンってマジで赤ちゃんじゃん。そう、そっと抱きしめてあげて、赤ちゃんを、赤ちゃんを、オッケー、赤ちゃんだよねって言われる男くんやと逆に赤ちゃんだよねって言われる側。奥田くん、奥田くんいいよね。ちょっとバブみあるよ、そんな自分でさ自分あるんだけど、自分で、え、俺もバブミあるよ、あ、やばい、おもろいかもじゃあ私も実はバブミあるんですよ、知ってましたか。お顔が赤ちゃんはわかるかも。でもほんまにバブバブバブさんって感じ。奥田バブナさんって感じ。こんばんは、こんばんは。あの子は赤ちゃんなのでね、こんばんは。でも多分私の、私にしか赤ちゃんに見えてないよ。みんなには見えてない。みんなにが、みんなから見た赤ちゃんだと思うのはもうミューポンとかじゃん。赤ちゃんです。違います、違います赤ちゃん扱いしないとね。いちごちゃんのこと赤ちゃん扱いする人はいないよ、なかなか。そう、バブミ告白会、そう、実は私もあるんですよ。いちごさんのバブミがあるところでも、バブミってなんだろうね、なんか意外と泣き虫ってところですかね。それ赤ちゃんじゃない、それは。やばい、恥ずかしい、自分で発表しちゃった。いちごにしか見せない顔。ああ、そういうこと、ゆいながってこと。うわ、ゆいな、同じ会でいちごを赤ちゃんのように扱わない、おかしいやろ。急にえ、ヤッホーって言ったら、あ、赤ちゃんが喋った、すごいみたいな、おかしいやろヤッホー。でもほんまにね、ゆいなのこと赤ちゃん扱いしすぎて、
こっち向いて、あー赤ちゃんだ、赤ちゃんこっち見れるのみたいな、もうなんかそんぐらいの、そんぐらいになってきてて、ほんまにやばい、甘やかしすぎ。なんかうちのワンコ、ワンコに接するのとめっちゃ似てる感じがする。うちのワンコマカロンって言うんだけど、マカロンかわいいね、うんみたいな、こういうレベル。気まずいバブミ、ヤッホーヤッホー。印象に残らないと、だからね、印象に残るために。いやもう覚えとんのよ、印象に残らなくても覚えてますから。バブミ、シチュエーションに対応できそう。バブミヤッホー。マカロンはね、8歳か7歳か8歳ぐらいかな、マカさん多分。ジェットコースターはだってあんなのさ、命を削るマシーンじゃん。なんであんなのみんな乗るの、怖いでしょ。観覧車も怖いもん、風とか吹いただけでもう、あもう今日でお亡くなりになるんか自分はって思って、もう苦しくなっちゃう。ほんまに怖い、あれやばいよ。だから富士急とかもほんまに無理だから、地元だけど、地元 NG って感じ。まあでもメリーゴーランドとかがいいよ、すごい。よろしく、メリーゴーランドいいから。うん、今ちょっとやばい、キャッチコピー作っちゃった。観覧車は揺れる、いや揺れるよ、風強かったりとかしたらもう死んじゃう。なんだっけ、マリーナホップの観覧車あるじゃん、マリーナホップの観覧車やばいよ。海が近い系さ、揺れる時からもう死んじゃうってなる。こんばんは、ヤッホー。山梨いいところ、いいところだよ、山梨は好き、ヤッホー。なので山梨のフェスに呼んでください。こんばんは、キモズ、ヤッホー。こんばんは。もうやっぱ前髪おかしいよ。てへてへ、自分高所級、えほんまに私も高所級多いし、おだやばいの。なんか なんかさ、そこが地面だと思って歩いててもさ、地下があったりとかさ、海とか見るとさ、ちょっと高所に感じちゃうじゃん急に。あの喧騒が一番怖い。こんばんは、ハスタンボスのメリーゴーラン参加。へえ、そうなんだ。ひーちゃん、ひーちゃん連れてってよーって感じ。ジェットコースターは高いの、え、どっちも落ちる時のやつも高いのもどっちも無理、ほんまに気持ち悪い。だから私車酔いもやばくて、車乗って 5秒で酔えるんですよ。逆に才能だと思ってて、本当にそのぐらいやばくて、やばいですよ私の、やばしの酔い具合は。そう、高所ダメ、え、ほんまに高所怖いよね。なんかほんまになんか超綺麗な景色とかだと景色として捉えられる時はあるんだけど、ほんまに怖くてもう嫌です、無理ですよ。正解、ほんまに怖いよね。うん、こんばんこんばんは。だからさ、新幹線もでもね、あもう具合悪いと酔う、え当たり前か、あんまり寝てなかったりすると酔っちゃう。パセリさんこんばんは。パセリさんも怖いの無理、高所恐怖症系、なんか前も誰かが教えてくれた。まあミンタワー、何マリンタワーって、ふわふわして怖いよね、ほんまに怖いからね普通に。メリーゴーランドは絵になるから写真集持ち、あ写真集すごい待ってる方が多いですね。ストーンブックさんハートありがとう。特技レベルでほんと。しがきさんお団子ありがとう。ひーちゃんチキンナンバー作ってた、なんで私にはくれないの、いつもこれ言うような私。やっほー。静岡あたり、いや怖いよね新幹線。言わんいいな、ずるい。横浜の、え、なんか横浜のさ観覧車みたいなのさ、名前乗ったことあるんよ。なんか お兄ちゃんと一緒にね、ちっちゃい頃、ちっちゃい頃っていうか、うん、小学生ぐらいの時にね乗ったことがあるんよ。そしてなんか風が強すぎて、なんか途中で止まったんよ一回、なんか点検作業みたいな、一旦風が強いので一旦止まりますみたいなアナウンスが入って、でもちょうど一番てっぺん、頂点にいたんよ自分ら。でほんまに怖くて、なんかでもやっぱクソガキだからお兄ちゃんとか揺らしてくるんよわざと、あいつマジほんまに最低って思う、ほんとに、ほんとやばい。みなとみらいの大観覧車、みなとみらいの大観覧車あれかな、わかんない、それに乗ったんかな自分、わかんない、何乗ったかわかんないんだけど、ちょうどほんまにちょうど頂点にいる時になんか止まりますみたいな、止まりだして、えありえないんですけどって思って、
そう、なんかほんまに風が強すぎて止まったの。怖かったあれ。普通にありえないからね。そう。でしかも揺らしてくるんよ。ほんまに最低って思って。ほんまに無理。そういうとこです。歩いて降りてくださいとか。え、死んじゃうし、どうやって降りるの？怖いんだけど。ほんまにありえないですよ。普通に。最低です。ほんまにトラウマです。トラウマ界です。私の。元気出してね。あ、ありがとうございます。やっほー、元気だよ。彼女隠し合わなくて言うの嫌って言われて地獄の空気。いや、気まず。彼女怖いもんね。だって普通にさ、怖いの、もう乗り物でよく案内しちゃって。コスモロック21。何それ。飛び降りてやばいやろ。そんな遊園地。もうこんな遊園地はやだ。どんな遊園地って言われたら答えられるレベル。やんちゃなんですよ。髪が長い。わあ、今日のバズレ投稿どうしよう。弁護さん、花びらありがとうございます。 Thank you。 え、ねえねえ、投稿したいんだよね、文章だけ。あれ、なくなっちゃった。もういいや。え、これ食べよう。観覧車一回も乗ってない。いや、怖いもん。なんかさ、怖いよね、普通に。ネタあるんか？ネタ、え、金曜ロードショーを見るって投稿がしたいだけ。写真とかは、バズレの投稿は後でする。普通に投稿したいだけ。普通の投稿。現金1万やばい。見て、これ知ってる？セブンイレブンのホワイトチョコ。ラングドヒャー大好き。アンミカさん好きすぎるやろ、それは。チラヤッホー、食べます。うん、痛い、痛すぎる、この辺が。うん、ありがとうございます。やっほー。おやすみ。寝るの早いね。おやすみ。ぶどう畑、ぶどう畑持ってる前提なのおかしいから。こんばんは。無理。私の家なので叫びます。寝るの早くない？叫ぶなとかさ、なんでさ、叫ばないでねとかだったら叫ばないけど、叫ぶなって言われたら叫んじゃう。そんなこと言われた、叫ばないでねってコメントにして。高松愛知さん、 GG、 秋奥さん、花びらありがとう。あ、間違えた。あ、まあ、いいか。トークイベントのポストのマミーさん、伸びてた。あ、そうなの、すごい。あ、間違えた。叫びはおかしいやろ。叫ぼうかな、じゃあ。そんなエチゴも好き。上がってるね。来ないのか、残念。間違えた。痛い、本当に。こんばんは。苦情が来る。来ないよ。来ないですから。毎日叫んでるけど、苦情来たことない。毎日叫んでる、おかしいけど。いや、もう6月の自分に手振ったら、カナウも手振ってくれてた。気まずいね。こんばんは。てつさん、誰もありがとう。くるさんとコラボ配信、くるさんとコラボ配信はレッスン終わりにくるさんが配信してるときにたまにしてる。
ハートありがとう。なおさん、花びらありがとう。何日叫んでるって言っちゃった。嘘ですよ。術後大丈夫？それは病室か。じゃあ、頑張ろう。大声ダイヤモンドがトレンドに入ってるの、なんで？なんで大声ダイヤモンドは今さ、あれなの？謎ですね。なおさん、お団子ありがとう。こんばんは。もう何しようとしたか忘れちゃった。あ、そうそうそう、思い出した思い出した。幼く見える？本当？今日なんかめっちゃなんかが違うらしい、みんなから見て。なんだろうね。周りが畑。なんで？それは山梨？山平さん、花びらありがとう。幼く見える？何歳ぐらいに見える？うかー！NG。 叫ぶたびにね、覚えだ。そうなの？大好きだ、君が大好きだ。だ、JC に見る？それだけはないでしょ。本当に本当に思ってる？思ってないでしょ。見えるわけないじゃん。あ、間違えた。東京ドームで流れた。そうなの？今日試合？見えなくもない。いや、見えないですよ。リア充ぐらいに見える？リア充でも大人っぽいけど中学生だもんね。リア充ぐらいには見えないよ。リア充と何歳違うんだと。自分4歳、3歳か4歳ぐらいリア充と違うんか。ヒャッピンかわいそう。人参だよ。大声ダイヤモンドを登場曲にして巨人の選手が。そうなんだ。パパに聞いてみよう。パパ野球大好き人間だから誰か気になる。大好きだ、君が大好きだ。いちごが。高木さん、花びらありがとう。こんばん、こんばんは。ちょっと待ってね。お疲れ様です。あ、まあいいや、うるさいよって。こんばん。なんか今日さ、顔がさピンク、なんだろう、なんか赤い、なんだろう、なんかホワホワする。なんで、なんでですか？なぜなぜって感じ。こんばんは。やっほー。パパはね、でもね、日本ハムが好きみたいだけど。カープ帽を買ってましたよ。でもこの前。クリカノコさん、お団子ありがとう。顔がかわいい。顔がかわいい。いや、マジでトークレコーションがやばいき今ね。影響力あるね。クリカノコさん、ハートありがとう。こんばんこんばんは。やば、多分野球が全体的に好きなんだと思うよ。サウジアラビアにドラゴンボールの展望。だからトレンド入りしてたんか。サウジアラビアがさ、トレンド入りしててなんだろうって思ったんよ。そういうことあったの？さん、花びらありがとう。
ほんまに痛いけど、でもこの痛みに耐えないと食べられないからしょうがない。放置されてるの？チョコラを買うお金がないの私には。こんばんは。痛み止め？痛み止めも持ってないし、そんなお金はないんですよ。うん、石油王が建設するってこと？ガチ石油王が。こんばんは。気まず、気まず。温泉が湧く。温泉、あ、温泉行きたいな。そう、いいなと温泉行こうって言ってるけど行ってないから行きたいな。富豪たちは車を普通乗り捨てる。そうなの、乗り捨ててるの。やめてよ富豪。富豪呼びやばいけど、富豪そんなことしないで。東京ドーム10個分やば。幕張ありがとうね。こちらこそありがとう。幕張、おとといかも。おととい幕張だったんだけど、え、明日最後のオンラインお話し会来てくれる人って聞いたのにさ、一人しか返事してくれなかったよ。なんで？みんな普通にお済ましもできるので、はい、みんなよろしく。応援してます。こんばんは。この辺蜂蜜塗ると良くなる。わし蜂蜜ほんまに嫌いなの。もう、あ、蜂蜜 NG なので。マレスさんハートありがとう。明日もよろしく。あ、いた、来てくれる人ありがとう。明日は最後のお話し会、オンラインお話し会なんでお待ちしてますよ。みんなテレ屋さん、あ、テレ屋さんだから言えないってこと。なるほどね。なんだ今、ごめん、初日のやつしか、え、逆に初日撮ってくれてたの嬉しい。初日って結構前じゃんね。でもピーサッピーさんハートありがとう。 M ステに乃木坂さん出てる。え、今日 M ステ？あ、金曜日か。おし増しに使ったら怒られるので。怒られるんですか？怒られる。私の話すより怒られる方が大事ってことですよね。そうですよね。同じお菓子やろう。いや、マジはヘリで車を届け。そうなの。花粉症やばい。今コロナナさんのブログ読んでるんだ。花粉症やばいよね。確かに。照れて素直になれない。そういうこと。みんな照れてるってこと。照れないで。こんばんは。直接に全振りした結果、あ、なるほどね。でもさ、直接の方が好きって人もいるし、オンラインの方が好きって人もいるよね。ななさんのファンクラブにコメントしようかな。今日は早く寝ますっていうやつに対しておやすみなさいって返そう。キモいかな。まあいいや、おやすみなさい、おやすみなさい。ハートとか、なんか一応ハートとか使っちゃうかな。キモいな自分。おやすみなさい、ハートって返事しといた。怒りは怖いから。怖いの。高松愛ちゃんさん、羽伸びだ、ありがとう。こんばんは。オンラインの利点は交通費が浮く。あー、確かにね。うん、交通費がさ浮くね。それは一緒に寝たいってか、いや、やばいよそれは。こんばんは。こんばんは。返した。おやすみなさい、ハートが燃えてるやつ。私がよく使うハートが燃えてる絵文字を使っておきました。私普通にファンクラブの名前いちごだから、バレたらちょっと恥ずかしいかも。やっほー。どこくん、え、今さ、みちさんのさ卒業だからさ、
あのリバイバル配信みたいなのをさ、あの DMM がさこうやったりやあれでさ、僕たちの恋の予感公演あったっけ、あった気がするんだよね。そしてそれでさ手遅れコースも見れるかな、見たいんだよね。ほんまにハマってる今。確かに全国誰でも参加できるのはオンラインでいいところだよね。去年はほぼ全部の直接に行って交通費が高くてオンラインかな。うん全部のすごい、逆にでもそれは通い詰めたってことは天才だが、それはもう愛ですね。愛を感じますわ。ヤッホーヤッホー、いちごだよ。配信終わりのおやすみなさいハートは何星だよ、私がってこと。え、明日沖さんラストお話し会なの。じゃあ明日サインもらいに行こうかね。どうしようかな。なんかもうどうしよう。でも私にそんな、でも一応持ってこうかな沖さんの写真集。サインしてくれるかな沖さん、してくれるかさすがに。ペンとか持って、でも緊張してきた。すごいリンリンさん桜餅ありがとうね。私の気に入り84ページですって話に行くんだ。できるかな私にそんな勇気があるのか、あるのかな。行きここの幕張留学しもオランダに行ったから未だになぞ。そうだよね、しみさらさんって割と最近までさ、そうだよね、留学してたよね。無敵のオタクモードあるかな、明日発動できるかな私。キさん優しいから大丈夫でしょう。確かに。こんばんはこんばんは。むむむさんハートありがとう。 Thank you ありがとう、ハートをくれてありがとうございます。初見です。間違えたんかな急に、さっきまでコメントした時に初見ですって言われた。なんなんなん、ミシェルボーイさん結婚してありがとう、契約違反なのできません。ハートめめめさんありがとう。1年前ぐらいに帰ってきたくらいだよね。ちみさらさん、おきさんの周りうろうろしてたら、うろうろしてするの恥ずかしいんだけど。おきさん今日配信しないのかな、配信でコメントしようか、明日サインくださいって。そんくらいのさあれをクッション置かないと私もう無理だよ。1、2月会いに行く、交通費と宿泊費だけで前髪に1ヶ月住めるぐらいだった。やばすぎるそれは、前髪に1ヶ月住めるぐらいはやばい。やっぱそれは愛ですね、ありがとうございますみんな。さきちゃんに同期と間違えられたって親が話して、そうこの前その話したよねサラさんと。やっほーん、配信でワンクッション置いて明日もらえますかっていうコメントをすることによって、ワンクッション置いたことによって明日話しかけられる説はある。コメントスルーされないといいね。やばいそれはちょっと悲しいかも。私たまにコメントスルーされるから結構いろんな人に振られたので慰めてほしい。それはまあもう諦めよう。あきさんのそばで雷立っていいよ、怖いやろ急に。頑張ろう明日、誰かを引き連れたら、あでも明日ひーちゃんとかいるから、ひーちゃんとかの力を借りればいけそう。見てるだけ、どこく警報。やばい見たい、手遅れコーションが、手遅れコーション禁断症状が出てる。コーションってどういう意味だっけ、警告みたいな意味か。スルーされたらそれをネタに、確かにね天才やん、もうそこまで来たら、そこまで考えられるのは天才だよ。頭が回らんかった。一度振られたら諦めるべき、そんなことないよ。一度振られても諦めなかったらワンチャンあるって思って頑張って生きていくしかないよ。晴雄さん音符ありがとう。今の今のトレンドを見よう。ゆきひらさん花びらありがとう。おきさんが STU メンバー各位、机テレビ台全身鏡チェスト棚ローソファー服
もらってくれる人いたら教えてください。え、欲しいです。沖さん服くださらんかね。沖さんのツイート見たい、みんな。さっき投稿された沖さんのツイート、服欲しいな。でもそんな勇気がなくて、もう写真送りますって言った時さ、服をさ写真送れんきえさ、無理か。沖さんが服くれるらしいって、かくいい、かくいいってことはワンチャンいいねとか押してみる。いいの押してちょっとアピールみたいな、よし、アピールしてみました。服欲しいですよ、本当に本当に。服が高くてもう泣きそうなんですよ私は。かくいだもん。初見です。嘘ですね。やっほー、久しぶり、ありがとう。え、手紙、手紙じゃない、あのあれ、あれ届いてたの持って帰ってきたよ。DM で送ってくれる？確かに、でも DM 禁止だからな。こんばんは。服、沖さん服くれないかな。ちょっといいの捨てみたけど。ヘアクリップ、倉庫、人参。我の人参。持ってるストリート系の服。え、そう、わかる。ストリート系の服欲しいよ。公園に行ってみる？沖さんくれるかな？こんばんは、こんばんは。明日はよろしくね。あ、明日来てくれるの？オンラインお話し会。君は何を公開するのか、最後のお話し会なんで楽しみましょう。ビューティフルピーポーのコラボの冬アウターはもう閉まった？閉まった、うん、閉まった。ほんま、人参、そう、閉まったっていうか、あの極意に入れちゃった。ローソファー、なんかえ、ローソファーいいんじゃない？ローソファーさ、でも私はソファーあるからいらんけどさ、ソファーない3期のさ子とかさ、もうもらえばねいいのでは。明日長めに話す。いっぱい話そうね。じゃあ話しましょう。好きなブランド、沖さんも、気になる。沖さんください、お願いします。ちょっと誰か私の代わりにお願いして。ね、私もお願いするけど。こたつはあるんよね。こたつ目の前にある。こたつはある。こたつ布団まである。今月の待ち受けくじ北沢当たった。私も飛行じゃ、思い出した、急に。ありがとう、教えてくれて。飛行、北沢もハートありがとう。高松愛ちゃんさん、私も弾きたくなっちゃった。出てやるっけ。前髪クリップ使うの？使うよ。メイクするときとかで邪魔だからね。沖さんをもらうの、お嫁にってこと？おかしいやろ。台湾のジュンさん、ハートありがとう。くじで押し割ってたことがない。あ、引きます、いきます。じゃん、誰が出るかな。ひーちゃんだ。ひーちゃんの髪が長い、保存しとこう。ひーちゃんに送りつけよう。ひーちゃんが出ました。次は誰かな。あ、アリちゃんさんだ。かわいい。前髪なしだ。かわいい。アキさんと一緒に住む、おかしいやろ普通に考えて。次、グッズ買った、嬉しい。今何がやっとっけな。あれか、これか、袴か。ひーちゃんの送って。いや、お前最後の一回引くから今から。サーヤンさんだ。かわいい。マッチ、サーヤンさんかわいすぎる。めっちゃボブボブ、超うちまきボブ送って。嫌です。ひーちゃんに送りつけよう。12月と1月全部朝30万超えてた。つで通つつあ、ちょ、ま、はいはい、コメントが離れちゃった。お金ないはず。いや、道理でか。あ、お金私もなくてもう泣きそう、お金のなさに。ひーちゃんに送りつけとくね。髪伸びたでしょ。わし美容室行きたいよね最近。みちさん前に行きたいけど、行けるかな。娘引いた？そうなの。どっちの娘？ミュポン？リアチュー？リアチューかな。今引いたけど、沖さんが当たった。いいな。ちょうだい、全部。くれないか。これ食べる。これ、あれ、白い恋人と同じ味がするとか言っちゃいけないか。
兄ちゃんに送ったら爆笑って言われた。その ST アルバムの発売するからね。あきさんの X 見たよ。いいね、押したもん。綺麗な黒髪、足敷、私めっちゃ髪茶色いんだよね、元が。サチ2種類、すごい。同じ人物2種類。面白い恋人もうほんまに同じ味がする、これ。だからめっちゃ大好き。日本系が一番美味しいよ。痛い。幕張圧かけたもん。来なかった。ピエンだね。ピエンって言っといて。さらさら、さらさらですか。でも髪の毛綺麗に行きたいよね、本当に。いや、2センチぐらいだけ切ろうかなって感じ。でもアーシャ撮影がいつあるかわかんないけど、それまでには絶対行きたいから。2センチも切ったらおかしくなっちゃうでしょ。カウントから言ったもん。それはおこですよって言っといてください。そろそろよね。そう、髪切りたい。お怒りの連絡、じゃあこれ今から語録していくよ。ピエン、よし、これを送って。あ、それか猫ミームしようか。猫ミームで怒るやつを今からするから語録していくよ。あ、オッケー。ショートしないの？でも成人式があるけど伸ばしたいんだよね。名古屋ダイヤモンドトレンドリしてるみたいだね。さっきそう話したんだけど、巨人の選手が入場曲に使ったらしい。決着？アーシャ、ねもうアーシャ怖いよ。だってアーシャさ1年間使われるのにさ、めっちゃブサイクな写真だから、もう早く変えたいけどさ、変えてもどうせブサイクだから、もうどうしようって感じ。ピエンです。そうで、沖さんに欲しい。沖さんの服、沖さんの服欲しいはなんかちょっとまた違った意味合いになってくるけど、服欲しい。服もうお金ないからください、お願いします。成人式は次だよ。あーわ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 ー。じゃあもう一回いくよ。あーわ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 ー。あー、髪暗くしてトリートメント。めっちゃ美容室行ったね。準備できてなかった。目覚ましに設定します。じゃあもう一回やるから待ってて。免許証わかる？免許証みたいな感じ。いくよ。わー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 。まあ、よし。でもなんか私がめっちゃ好きな服装してる先輩は葵さん。葵さんの服装めっちゃ好きなよね。まひなさんとか葵さんとかそういう系統がめっちゃ好き。沖さんの服装もめっちゃ好き。沖さんもガチの金欠病やばい。同い年、同い年じゃない、間違えた、同じだ。あとなんかもう頭を抱えてる猫。OK、 こんばんは。なんかでも落ち着いてる系が好き。みんなニコアンドっていうさ、わかる？ニコアンドっていうさブランドマジ大好きな、ああいう系が好き。近い来てこれ送って、これ送って、次はないぞと伝えとくね。そう、伝えといて。わー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 って。まだ早い、まだ早い。おきさんはぴったり系が好き。そうなの？コスプレ？え、欲しい。ないです。何時？あ、もう17分じゃん。じゃあ
25分ぐらいに終わろう。ナイスクラップは可愛いけど、可愛いけど北沢、まあでも着るときは着るけどね、可愛いし。でもなんか結構着るようになったと思うよ、 STU に入ってから。今まで着てない系と着るようになった気がする。分からん、それがメールが来るの。何着ても可愛い。あ、そうだよね、何着ても可愛いもんね。ワンピースあるよ、着ないだけで。何着ても可愛いもんね。恥ずかしい。身長は167センチというまさかの超巨人タイプ。でも身長絶対伸びてるよね、測りたい。ひまわりみたいな。なるほどね。風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている。安定しないって感じだよね。 KTAK さん、ハートありがとう。身長、え、絶対伸びてる気がする。伸びてるよ私。うん、赤い赤い。でもね、確かナーピさんさ、中学生であの身長だからまだまだ伸びしろがすごいよね。くしゃみ出そう。うん、いちごの趣味に合わせるね。いちごの趣味、どんな趣味。くしゃみ出そう。でも靴とかをさ履いたらちょっとも漏れるじゃん、その身長を。やけそうすると170は超えるよ多分。目線が同じぐらいだった。触ってませんよ。来年は3メートルでかすぎます、普通に。大巨人。台湾のジェンさん、花びらありがとう。エブリンエブリンってあのあれですか、あのバスケの選手ですか。169センチなんだ。スティーブは多分ゆきりかさんが一番大きくて、身長が。でもナーピさんも高いし、まあ、3期は実はリエッチも結構高いんよね。私がでかすぎるからあれだけど、ゆきりかさんとか、まあ、マイハさんも大きい。マイハさんのスタイル異次元だよ、マジで足長い。マイハさん、ナーピさんは同じぐらいの子が。ああ、そういうこと。ナーピさんもやばいよ。何食べてるの。ホワイトチョコのランゴリアみたいなやつ。高くなったの。花粉症大丈夫。もうほんまに大丈夫ね、死にそう花粉で。こんばんは、マホピョンさん。あ、そうなんだ、可愛い系か。じゃバスケの選手かと思った。ゆきりかさん、いちごは2番目かな。でもゆきりかさんと並んでみたい身長。バスケの選手かと思った。高いよいちごちゃん。さかりさんも身長あるね、確かに。マイハさん足が長すぎる、もうほとんど足で構成されてる。マイハさんもめちゃくちゃ細いね。マイハさんやばいよね、かっこいい。梅さんがチャイナワンピース、え、そうなの。どんな M ステ。さやかりさんは顔が可愛すぎるよね。3期のさやかりん3枠はゆいたん。ゆいたんはマジでさやかりん3枠だと思う。モデルになれるよ。なれるかな。花粉症は認めたくない。そりゃ花粉症だよ。ナーピさんと競おう。いやいや無理だよ、私は身長止まるよ。ナーピさんは伸びるかもだけど。セノビック、背伸びく飲まなさそう。サラさん高身長はユリア。でも高身長の悩みある。あかりさんの身長高くない。そう、あかりさんとこの前話したんよ。ダンス難しいよねって話をあかりさんとしたんよこの前。なんか多分手足が人より長いけ、そのこう伸ばすところとかをこう伸ばしてるつもりなんよ自分は。でもなんかこう長すぎて、この多分なんていうの、時間がかかるじゃんちょっと伸ばすのに。だからなんかちょっと曲がって見えたりとかするのがすごい
ピエンですよねって話をした。一番低いの、低いのジュミさん、うん、アジュミンさんかも、クルさん、いやジュミさんか、ジュミジュミさんかな。あ、でもカナンはどうなんだろう、どうだろうね。あかりさんと話したの、うっちー綺麗、ありがとう、綺麗、福田呼びやめて、あかりさんって呼んで、ね、ピエン。なんかコメント読むときにさ、みんながさ苗字でさ呼ばれ、呼んコメントしたりすると、私が苗字で呼んだみたいなと気まずいから、いつもほんまに気まずいと思って。そうなんよね、ほんまに難しいんだよ。チビはやばい、チビ発言はやばいよ、ほんまに難しい。福ちゃんさん、あ、そうそうそう、くるさん、あずみんさん、かなう、うん、かじゃあかなうが一番チェックで、じゅみさんってこと。小さい子も可愛いなって思った。かなうちっちゃすぎてさ、なんかたまにさ見失う時あるね、ちょこちょこしすぎてて、あれどこってなった、この辺にいる。ジゴちゃんが綺麗だから送りました、あ、ありがとうございます。クルさんからメールが来た、今後で見よう。こんばんは、こんばんは、やっほー。そう、もうかなう、もうこれ何回も話してるけど、かなうとゲーセンで遭遇した時さ、なんかレッスン終わりだったんよ、なんかリュックこうやって背負って、なんか小学生がね歩いてると思ったら、めっちゃかなうで、その小学生がなんか、え、一応ゲーセン行くのみたいな、なんか言ってきたから、えな、なんだなんだって思ったらかなうだった。あかりんって呼ぶ前にうどんちゃんって呼んでた、うどんちゃんね、確かにいいかも。かわいい、身長高い子に目がいい、でも身長高いと目がいくって言うよね。チームメイトのハマさん、いやもうハマさんって言ってってば、もうハマさん好きだよ私も。サコさんに聞いてみたら、何を喋ってること秒で忘れるから、何の話したか忘れちゃった。高身長しか勝たん、勝たんですか。そう、小学生かと思ったらかなだった。存在感はね、確かにもうほんまにびっくりした、あれ小学生がリュック背負いながらゲーセンゲーセンって言ってるから、うんって思ったかなでした。分身の術使えるの、お話し会の日に、いちごそっくりな人が大阪に行ってよ、うん気まずだった、スタイルがいい、かなうちゃんは JC はにゃゴティゴティですよ、すまん、そうでもう3って言ってよ、お願いもう背の高い人の男性、あ、確かサコさんに聞いてってこと、難しいよね、リオさんに聞こうかな。ツンツンさん、この前ツンさんとね出かける約束したって言ったじゃん2人で、でもね予定合わんくて別日に乗っちゃって、ピエンだよリオさん。確かに最近のアイドルはね身長高い方多い、多い気がする、うんうん。かなうバレんかな、7周年公演広島か山口ライトで、そうでも3期は7周年のツアーどこに出るか分からんくて、山口じゃない広島は全員出演って確定してるので、そう出させていただけるんですけど、他の県はどこに出るか本当に分かんないんですよ、私たちもどこに出るかも分かんないし、何を披露するかも何にも、全部何にも分からなくて、もう本当に怖いです、普通にもう私が病んじゃう。またクレさんは使える、あ、じゃあ私も使えるかも、確かにサッカーボール抱えてるのは小学生かも。約束多い？はにゃ。イベントでアンミカさんが広島に来る？そうなの？何のイベント？こんばんは。リオさん出かけたらクルさんがやきもちよく、やかないよ。でもリオさんとクルさんとリサ子と出かけたことあるんだよね。お祭り行ったの4人で楽しかった。サコさん後輩とお話しして仲良くなりたいって言ってたサコさん？のさこさんね、そうちょっと話すよ、ちょっと話すよ、やばいけど、そうドキドキしちゃう、選んだな。こんばんは、前髪いい感じ、ほんと私今日おかしいんだけど、前髪ほら見て、あ、こう見るとあんまりか、あとで切るんだ。対決、高身長イケメンになりたかった、自分もっておかしいやん、私があたかも高身長イケメンかのような発言。松さんハートありがとう、やっほーこんばんは、いちごでーす、こんにちは、あ、こんばんは、あ、まあ何でもいいや。 JS 小学生ってこと、よいしょ、いたってことだ。
本間の JS はミューポンみたいな感じで、でもミューポンもミューポンだな、エピさん同い年なんか。ちごちゃんとつんさんが並んで歩くと JK と JC どっちに見られる。でもリオさんとかもさ、リオさんもナーピさんも大人っぽいじゃん。ミユポンは赤ちゃんだけど、リアチューとかも大人っぽいから、最近のね若い人たちは違いますね。山口ね、行きたいですよ。見るたびに細くなる。細くなってる？細いですか？腕、これ私の腕処理できたって感じ。180になる予定だった。そうだよね、そうだよね、予定はね大事、まだ予定だから。いちごくんになったら、いちごくんになろうかな。北沢くんといちご北沢くんといちごは分身だよ。かすみんね、配信しとったよね。そう、みゆぽんのこと。ピピピさんも赤ちゃんや。まあピピピさんも赤ちゃんだけど、これ違う、これ人参だから。腕白いね、細いより白い。いや私本当に引きこもりだから、なんか肌白いんだよね美白効果って感じ。幕張の1時間以内にいちごに会いたい、会いに行き、会いに行きたかったんだけど、1時間目会えないよな。背高いと眺め違うの？違うんじゃない？分からんけど。昇格したら服のプレゼントもらえるよ。昇格でも、昇格ね大変だから、もうなんかもう最近それで結構病んでるところがある。1億人にバズれとかで病んでるところがあるまあこれは秘密だよ。みんなここで間違えて言っちゃった、今間違えて言っちゃった。そんなこと言うつもりなかったね、忘れてください。えでもさ、身長伸ばす手術とかあるよね、なんか骨なんとかなんとか手術みたいな。ピピピさん見守りたい。ピピピさん、私がピピピさんって言ってから、みんなピピピさんってちょっと呼んじゃってて、おもろい。牛乳を飲む、いちご牛乳。これほこりじゃないよ、こんなでかいほこり存在しないから。そうなんよね、忘れてください、今は嘘です。間違えて言っちゃった、本当のこと。やばい、キマゼット。前髪クリップ収穫したらたくさんあげるね。前髪クリップ大好き、可愛いの欲しいよね。忘れた、ありがとう、忘れてくれて。ちょ今の忘れてください。まあしょうがないよね、でももうやるからやるしかないので、やりますよ。キャンキャン、キャンキャンルーム呼んでもらえるかな。クッキーに見える？うんうんうん、クッキー食べたいな、今食べてたか。何そんなクリップがあるの、気になる。25過ぎて30、やばいやばいやばい、もう終わるから。ウポチャム欲しい。今日さゲーセンに一瞬寄ったら、ウポチャムがさ並んでてさ、並んでたってか、ウポチャムの丸いさぬいぐるみみたいなのがあって、ウポチャムと君まろの、もうびっくりした。欲しいって思ったけど、お金ないからやめました。楽しみましょう。やめもう、やめ方、いちごちゃん発信の言葉多いよね。そうだよ、誰なん言うなんて感じ。ちょっと終わろうかな、一旦配信終わってメール送って X を投稿してまた前戻ってくるので待っててください。ウポチャム、うはうん、和音和音、うんのうん、ウポチャムだから、しりとりでなんかプリンとかなっちゃって、ウポチャムってやっぱ続けられるって感じ。ということで、お金ない、もうほんまにお金ない、もう誰か助けて。ランキング読みます、15位から読みます。15位が山宏さん、14位がムムムさん、13位が台湾のジュンさん、12位が雪平さん、11位がキヨシさん、10位がクマさん、9位がナオさん、8位がリキーヌさん、7位がヨシコックくんさん、6位がルースさん、5位がミキミキさん、4位がイチゴーさん、3位がクリカノコさん、2位がマツさん、1位がウッチー。ありがとうございます、頑張るよ、いろいろ頑張りたいと思いますので。じゃあということで、一旦配信は終わって、あとでもう一回配信するので、そうよろしくって感じでね。おめでとう、ありがとうですよ。そう今ね、金曜ロードショーも始まってるのでいますよ。そうウポチャム大事だよ、しりとりでうになって、わー終わったって思っても、いやウポチャムって答えましょう。そう君まろもねいいよ、なので見てみてほしいな。ということで、リエチが好きなんだよね、ポチャム。ありがとう、こちらこそ。またね。あとでまた配信するので待っててください。メール送って、X 投稿して、もういろいろ頑張っていきます。ありがとう。
ポッチャ星なのおもろいからやめてください。またね、また後でお会いしましょう。バイバイ、ありがとう、配信見てくれて。バイバーイ、再会する後で。ありがとう、今日も。今日は花金。明日土曜日、明日お話し会、おしましできるので、気になった人はおしましも待ってます。ということで、あ、また後で。バイバーイ。ビャイビャイ、やばい、ビャイビャイ。バイバーイ。あれ切れない。あ、うん？